クラッシュエヴァンジェリスト石川直樹です。クラッシュ139 This is クラッシュ、この企画はですね、その日一番輝いた選手に向かって僕がインタビューをしていく企画です。今日の MVP は、野田葵選手を KO 勝利で破り王座初防衛に成功した池田浩二選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。いやー、素晴らしい KO 勝利でした。ありがとうございます。いや、僕ね、今日池田選手を、MVP に選んだのはですね、もう自分で言ってた通りね、倒せるチャンピオンになるっていうところ、あとさらにもうああいうね、野田選手がかなりうるさく噛みついてきたじゃないですか、はいね、地味でしょうもないああいう人がチャンピオンじゃダメだっていうところに対してもう一貫してもう大人の対応をして、はい、試合でしっかり分からせるっていうところからね、ああいうメインイベンターとしてのチャンピオンの務めをしてくれたところに表しての MVP です。ありがとうございます。ありがとうございます。今日、はい、試合前どういう本当にメンタリティーだったんですか？やっぱりあそこまで言われて。そうですね、やっぱ絶対的に自分に自信はあったんですけど、うん、やっぱりあんだけ煽られてきてるので、うん、これちょっと負けられねえなって、負けたらどうしようって部分もちょっとあったんで、楽しみでありつつちょっと怖い試合でした。なるほど、はい、でそのね、蓋を開けてみたらやっぱり自分の実力がね、はい、ちゃんと花開いてたっていうことをね、はい、確認できた試合だったそうですね。池田選手、これからどんなチャンピオンが自分の理想像なんですか？やっぱり佐々木大蔵選手のような、うん、絶対に負けない絶対王者が理想の王者ですね。今日ね、ゲスト解説が佐々木大蔵選手だったんですけどね、はい、前回、池田選手がゲストに来てくれてて、チャンピオンに憧れるようなチャンピオンになりたいっていうのを、ね、大蔵選手に言ったら、いや、もうそんなこと言ってくれたんですかって、すごく喜んでくれたし、でもやっぱその、ね、目標だったり、目線の先がある人っていうのはね、そこにちゃんと確実に近づいていくと思うし、まさに今日はまさにそれを一歩近づくようなチャンピオンになってくれたと思います。前回の試合に続いてMVP 受賞、おめでとうございます。素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。いいご飯でも食べます。池田選手はね、これからバンタム級ね、まあもう K1 の方でもね、作らざるを得ないんじゃないかなと僕は思ってるし、はい、ね、選手も出てきたし、一人じゃなかなか解決できないと思うんだけど、そこの軸の一人として間違いなくね、はい、その存在感は大きくなってきたと思うので、今後のクラッシュのチャンピオンとしてのこれからの目標を聞かせてください。どんな相手が来ようと応援を重ねて、さっきも言ってくれたような、チャンピオンからでも憧れるような絶対王者になります。今後ともよろしくお願いします。クラッシュ139 This is クラッシュ、いかがだったでしょうか？今日はですね、全12試合中なんと9試合が KO 決着というね、まさにクラッシュっていうような大会だった中でですね、池田選手がね、チャンピオンとしてのね、進化を見せてくれての素晴らしいフィナーレでしたね。また次回の「This is クラッシュ」もお楽しみに。